朝倉はファイトクラブで初のキックボクシングルールに挑んだが、開始1分ほどでコーナーに追い込まれて、ヤーマンの右パンチを顔面にもらい、膝から崩れ落ちて前のめりにダウン。なんとかカウント8で立ち上がったが、追撃のパンチを浴びて再びダウンし、レフェリーが試合を止めて1ラウンド1分17秒で KO 負けした。試合後はダメージが大きく、予定されていた取材対応はなし。主催者によれば病院には向かってないものの、脳震盪がひどい状態だったという。実際朝倉は試合後に自宅で撮影した YouTube 動画では、脳震盪の症状とみられる記憶障害が起きている様子で登場。自身のインスタグラムにも、全く記憶がなくて自分が何者かもわからない状態で、これはもう引退ですねなどと記した。懸念されるのは脳へのダメージだ。朝倉は2022年9月に行ったフロイド・メイウェザーとのボクシング対決では KO 負けを喫したが、数ヶ月経過しても頭痛やめまいの症状を訴えていた。もしかしたら髄液とかも漏れているかもしれないから、いきなり脳梗塞とか倒れることあるから危険ですよね、格闘技はと語り、脳の精密検査を繰り返していた。さらにメンタル的にも心配されることがある。格闘技をやる気があるのかないのか。ミクルは2023年7月30日に開催された超ライジン2でケラモフとライジンフェザー級王座決定戦で対戦。しかし何もできず、1ラウンド2分41秒リアネイキッドチョークでタップアウト負け。2度目のライジンタイトルマッチでもベルトを巻くことはできなかった。44日後、次戦について聞かれたミクルは、次戦の対戦相手は全く決まってない、ケラモフとの試合終わってから1回しか格闘技の練習をしてない、全然格闘技欲がないと語っていた。対戦相手も決まってないし、今のところは格闘技の試合をするつもりもないとまで話していてのヤーマン戦だった。ライジンの榊原 CEO は、周りのファンも関係者もいろいろショッキングな結果だったんで、厳粛に受け止めてると思う。本人とまだ話ができてないんで、来週ゆっくり話をしようということになってます。ミクルの本当の今の気持ちを聞きながら、次なる一手をどう彼自身が格闘家として踏み出すのか、そういうことを相談して、それに向けてライジンとしても全面的に応援したいし協力したい。ここで終わる人ではないと思ってますから。ただやっぱり顎をぶち抜かれて記憶を飛ばすっていうのは、本当に格闘家のキャリアの中では、メイウェザーと話をしてると、いかにダメージをもらわずに戦い続けるか、いかにそういう究極の倒され方をせずに戦うかという話になる。それが脳震盪というか、相手の攻撃が効きやすくなるとかっていろいろあるじゃないですか。ファンの希望とか求められるからとか、ファンは僕はそれでいいと思っていて、ファンは常に残酷だし、もっと行けよって言うんだけど、その言葉にあまり影響されずに、今回受けた肉体的なダメージ、精神的なダメージ、そして年齢的なことを含めた今後の人生をどう設計していくかも含めて、しっかり話し合いができたらいいなと思ってます。その中でアスリートとしても格闘家としても、ここが最後ではないっていうのは僕もそう思うし、立ち上がる姿を見せるべきだし、多くのファンがそれを見たいと思っているし、ただ残酷かもしれないけど、同僚とかファンにトップアスリートは同情されたら僕は終わりだなと思っていて、格闘家として常に、こいつ強すぎてもう憎たらしい、また勝ったよって言われるようなのがトップを取るアスリートだというふうにこれまで見てきた。だから他の同じ階級の選手たちから同情の言葉とかいっぱい出てたりするけど、どんな心境かなっていうのは聞いてみたい。ただ格闘家としてのさらなる進化を遂げるポテンシャルを持ってる可能性があるのは朝倉未来だとも思う。ライジンの代表として、ライジンに上がる選手として、そして男として、しっかり向き合って彼とこの先何を作り出せるかを発表できたらいいなと思っていますと語った。世界的に見て朝倉未来は格闘家としてこれまですごい実績を残したわけではない、しかしポテンシャルとしては良いものを持っているので、このまま終わってしまったらもったいないとは思う。日本人では誰も朝倉未来に勝てない、
世界のトップでないと勝負にならない、そう思わせるような選手になってもらいたい。試合の内容で朝倉未来のことをアピールする、そんな朝倉未来が見たい。朝倉未来選手、応援しています。朝倉未来に幸あれ。あなたはどう思いましたか？コメント欄で話し合えたら嬉しいです。